ってくださいよ。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。どうですか、飲んでってくださいよ。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。飲んでってくださいよ。来ませんか。ベルマン教えて。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。どうですか、飲んでってくださいよ。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。お前ふざけんなよ。それではどう。急いでんだ。もうそういうのいいから。おら、早く金貸せって後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中なら、この辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！こら！
相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっとくさ。へえ。なら、まずそのみすぼらしいなりから変えてみな。ん？お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見え張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全てだ。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。うるうる。ビビッときたんだね。まだ負けちゃった。もう
帰るの嫌ですよ。まあそういうの何かあったの？全然話が合わないんですね。そいつ使えないね。社長さん、社長さん、仕事一緒にホテル行きましょう。おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。そこは適当に合わせといてさ。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。おつぼね様でしょ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり、5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ今のは。物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。え、フカヒレを食べるためだけに中国まで行ったんですか？ねえ、副業を始めまして、収入が増えたもんですから。電話するよ。そこは適当に合わせといてさ。当然物にしたに決まってんじゃん。おい、マジかよ。どうやってあれだけのお嬢様を落としたんだよ。オープンカーで海辺をドライブ。Hello!
行くぞ。しまった。場所を間違えた。What？ Yes. Nah. Hey. No.
さあ行くか。次の花金にどう？金ならあるって。それでよくね？ちょっとちょっと。そこは適当に合わせといてさ。たく。相変わらず品のねえ町だよな。ふん。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、このカムロ町って町は。なんだよ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。ふん、見直したか。錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。ふん、なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。でも
おめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。分かった。今日はとことん付き合うぜ。
なあ、キリュウ、おめえ、オンチだったんだな。そき落とすなって、何事も練習だ。そのうちきっと上手くなるって。だといいがな。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。まだ食うつもりか。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。さあ行くか。